みません、はい、白いナンバーしたいんですけど、はい、できますか？あ、申し込みですか？はい、それは今日の今日とかできないですか？できないですね、前もって言われてるんですので。あ、そうなんですね。あ、じゃあ一旦黄色にするしかないですもんね。それか今日登録自体をやめる、はい、やめるんですか？あ、新規、はい、うーん、コースに入った、入って今日検査受けて通って、あ、じゃあとりあえず今日は黄色ナンバーにしといてとかって、うん、そうですね。じゃあまあそれで結構大変なんですか？なんか予約？予約は、はい、今こちらで予約して行ってお金払っていただいても2週間かかるんですよ。あ、ね、2週間後にナンバーだけ買いに来ればいいんですか？うん、でも車検証も買えないとまた。そうなんですか、うん、番号変わっちゃう。例えば新規でしたら、はい、この登録自体する前に申し込んでいて、はい、で出来上がり後に、はい、新規登録で一緒に番号を今日つけることが。あ、そうなんですね、うん、継続だったらあれだけど、うん、まあまあ、うん、またこれ書き換えますよね。はいはい、書き換え、なんか費用的には結構なんか無駄になるんですか？7430円ですね。あ、なんていうんですか、それを黄色のままいきなりこれやるのと、一旦黄色にしてまた変えることにより値段の差って結構違うもんな。一旦黄色のナンバーが1510円。あ、1510円無駄になるだけなんですね。かかっちゃう。まあまあ、じゃあそれでいいや。はい、今日は黄色買ってもらって、はいはい、で申し込みは今されていきますか？そうですね、はい、はい、じゃあ1510円ですね、はい、ナンバー代が。これはつけていかれます、ナンバーは。そうですね、はい、そうですね、つけていく感じですか？あ、そっか、そうですね、つけていかなかったらどういうことだ？あ、うん、でも2週間乗れないですもんね。仮ナンバーとかないですね。うわ、あるけど、そんな2週間も、2週間そうですね、うん、予約をする。予約はしていかれます、はい、今、うん、していきましょうかね。7000いくらが今度かかるってことですね。そうなんです、寄付なしの方で7430円。あ、下の方なんだ。上終わったから。上はね、ラグビーもう終わったから。あ、ラグビーはまだ申し込みはできます。本当ですか？でもこの辺、あ、本当ですか？この下のやつがいいです、これ。オリンピックの そうです寄付あり。寄付っていくらするんですか？1000円からとかじゃなくて、1000円以上なんで、じゃあ8000いくらする？そうですね、最低でも8430円。はい、このナンバー自体も変わっちゃうってことですね。番号選べます？選べるんですか？好きに今言ったらその番号になるわけですか？希望ナンバーのもできるってことですね。できるんですけど、はい、例えばこの今のこれを全く同じ番号で作り直すとなると、はいはい、別に同じ番号な必要はないですけど、はい、となると書き換えはいらない、番号変わらない。ああ、でも番号変え選びたいとなると、はい、車検証の書き換えがまた必要になります。ああ、そしたらまあ手間ってことですね。手間だけかかる、お金も若干かかるか、うん、お金はかかんないんですけど、はい、このまた書類を全部作ってもらう形。あ、めんどくさいね、それ。マークシートと、じゃあこのナンバーでいいや。うん、そやから、うん、車検証は全く書き換えが必要ないんで、はい、これが白になるだけでいいですよ。大丈夫ですか、はい、番号選ばなくて。選べても別に、はい、いらないです。じゃあなんか1とかだったらめっちゃ競争率高くてめんどくさいでしょ、またうん、まためんどくさいね、はい、抽選になっちゃうんで。ですよね、なんでどうせそんなんなんでいいです。大丈夫です、はい、で、寄付あり、ありです。柄付けついてる方にしますか？柄付きにしましょうか。柄付きにします。はい、はい、じゃあ申し込み書、すいません、その機械に。新規ですね、はい、希望じゃなくて交換の方です、はい、で交換です、はい、はい、で寄付しない。あ、する、する、するです、はい、はい、あの変なやつは多分パラリンピックこっちの方ですよね。オリンピック、パラリンピックで入金1000円でいいんでしょうね。1100円かな、1000円でいいんですかね。1000円で大丈夫です。で、こう名前ですね、これ別に個人名でいいですよね。あれ？何これ？入力欄です。
あ、もう署名なんだ。あ、この点、この点ダメかな。大丈夫ですよね。あれ？ちょっと待って。あー、ちゃんと出るんだ。今なんか出てたね。あれが予測検索みたいな。あー、そうですね。上に出てくるんで。うん、まあいいや。それで選んでもらって。違う。お、出る出る出る。出た。はい。じゃあそこの漢字の部分タッチしてもらって。あ、なるほど。で、大丈夫ですかね。間違いなければ決定で。はい、指の。005だったと思うんですよね。住所がこれだったら大丈夫、うん、その住所とは違うんで、あ、個人名としてやってるんで、はい、で、あとじゃあ、あれ？あ、この後書かなくていいんだ、とこっちに書くんで、はい、金3これ振付1っていうのは振付1前後面ですね。前後面、はい、で、これが種類はオリパラのはい、はい、これでもう用紙出てくるんですけど、どうしようする、受付が、あ、押しちゃったよ、大丈夫です、うん、はい、奥の5番ですね、はいはい、はい、これと、うん、これでこれを持ってナンバー持ってかなくていいですか、うん、うん、受付だけしておいてください、はい、はい、すいません、はい、あ、なんか白ナンバーの受付だけこうで、はい、はい、はい、それと何か言われてみてください、これで待っててください、はい、はい、車検証だ、あ、あればいい、はい、これこれだけ、あ、はい、じゃちょっと送ってください、はい、199番で待ちの方がおりますか、ただですね、はい、ちょっとこちらの方を書いていただかなくちゃならないんですけど、はい、はい、はい、使用者は一緒ですから、はい、株式会社さんで住所書いてね、下は同情で結構ですよね、ここ、じゃあここのところに株式会社個人名じゃなくてですね、はい、はい、株式会社、あー、間違えたちょっと待ってくださいね、焦ないで、あ、焦らないですよ株式会社で向こう行けばいいんですかね、そうですね、はい、ナンバーのところに、はい、はい、すいません、ありがとうございます、これでちょっと回っておきますね、はい、あ、大丈夫ですか、はい、はい、あ、すいません、はい、できましたっていうか、はい、はい、あ、はい、じゃあこちらで申し込みかけて大丈夫ですか、はい、お金、はい、今払っちゃダメなんですか、うん、お支払いいただかないと、あ、払います、払います、はい、大丈夫ですかね、ここで、はい、はい、こちらで、はい、はい、で2週間かかりますね、はい、はい、2週間以上経ってれば別に3週間後でもいいですね、2週間後から1ヶ月期限があるので、はい、あ、そうなんですか、その間に変えてもらえれば大丈夫なんです、はい、はい、ちょっと待って、1万430円ですね、はい、1000円のお返しです、はい、あ、これ1000円が入ってこの値段でしたよね、そうです、はい、8430円です、はい、1000円入れてこれ、すいません、領収書が出てて、これだけで自分が出るのかみたいな、こちらですね、はい、11月の27日以降、はい、12月21ヶ月あるんで、なるほど、で今度来る時なんですけど、はい、この引き返しと、はい、これだけで大丈夫です、あ、そうです、なんか2枚だけ、あ、車つけてくればいいですね、はい、それで交換できちゃうんで、あ、わかりました、それとこれだけここに、はい、わかりました、ありがとうございます、すいません、ありがとうございました、30分かかったか、検査終わってから30分、静かだけど、これは俺しかいないのか、もしかして終わっちゃったから、そっか、ナンバーのことやったら時間かかっちゃったんだな、30分も、第4ラウンドなのにそんなことすんなって言うんですね、こんにちは、すいません、これ引き換えに来たんですけど、今ナンバー外して持ってきたらいいんですかね、
そうです、はい、前後外していただいて。わかりました、はい、今持ってきます。あ、すみません、ありがとうございます。はい、はい、あ、あります、あります、大丈夫です、大丈夫です。マーク分かれてるのはどこにですか？ん、オリンピックとパラリンピックで。どういうことですか？1枚ずつです。これはオリンピックです、はい、もう1枚がパラリンピック。ああ、そうなんですか。ああ、なるほど。あ、どっちにつけるか、そうすればっていう。ああ、なるほど、了解です。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。